大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、というわけで3日間にわたってお届けしてまいりました地祭り2021も、いよいよ本日最終日デイ3を迎えたということで、最後なんですけどね、まあちょっとやる前にうだうだ言ってから行きましょうか。今日はね、すっきりとスタートしないところが、まあ多分、ご覧いただいている方ももやもやしてんのかなと思ったりもしながら、いや、してないのかな、わからん。まあいいや。血祭りですから、血を見せることができなかったレスラーは、その時点で参加資格を剥奪するという、まあ新たな試みを今回用いてやってるわけなんですけども、そこに、旗と、やってる途中で気づいたのが、本来リーグ戦で怪我などでその以降試合が出ることができなくなった、欠場するということになった場合、その星取り表としては全部負け、つまり対戦予定だった相手は勝ち点が入るはずというのが本来は正しい形なはずなんですね。でそのことを何にも思いついてなくて、思いつきでやり始めたらこんなことになるんだなというちょっと反省はしてるんですけども、まあ後で気づいてしまったと。でもまあ前回ね、うるさい、もう初志貫徹、地祭りに挙げられなかったレスラーはそれ以降の点数は、なし、試合なし、まあ そいつは負けていいんですよね。でもいやちょっと待てよ、俺戦うはずやったのに、それで点数もらえるはずやったのにとかっていうレスラーが生まれてくるわけですね。で、それちょっとね、後で気になってちょっとやってもたかなと思って、やっちまったかなと思って計算をちょっといろいろしたんですよ。例えば、これ分かりづらいですけども、ジェイソンは、残り2試合残ってるんですけども、相手がレザーフェイスとクリス・マサノブなんで、もう試合することができないんですね。でもしこれ、不戦勝で先ほど言ってたリーグ戦と同じように怪我で欠場した試合は、もう負けで、対戦相手には勝ち点を加えるということになれば、ジェイソンこの時点で20点なんですよ。ですよね。もうレザーフェイスと試合はしません、クリスとも試合もしません。でも5点ずつ加えて20点なんですね。で、レザーフェイスに関してはこの試合はないけども、クリスが先に欠場したからレザーフェイスが5点加えて、でこの試合は勝てないから、勝てない、じゃあ欠場したから、0点だから、レザーフェイスは15点なんですよね。で残る試合というと、今日行える試合はこの2つなんですよ。忍びとムタで、ポーゴとムタなんですね。で、その先ほどから言っている本来の試合、欠場した場合の加点方式、まあこれ加点方式って言ってみましょうか。加点方式だと圧倒的にジェイソンが有利なんですよ。もうこの時点で20点でフィニッシュですからね。で残り、ポーゴはここで、クリスの5点が入ってるから15点で、レザー、あ、ムタに勝ったとしても20点。だからポーゴが勝ったとしても、20点止まり、ジェイソンと並んで終わりなんですよね。で、忍びは、これムタに勝ったとしても10点なので、もう優勝の目はないですよね。で、ムタは、今日これから行う忍びとムタの、あ、忍びとポーゴとの試合で、10点加えたとしても15点止まりなんですよ。でレザーフェイスはこのクリスとの試合が、まあ勝って、不戦勝で勝ってたことになって、これは、負けてることになってるので、15点止まりなんですね。ということは本来であれば、その先ほど言ってた加点方式で言うとジェイソンが圧倒的に有利なんですね。でポーゴが今日勝って20点になったとしても優勝争いをまたしないといけないんですよ。さあどうしようかと思いましたけども、めんどくさいのでやっぱりそれをやめます。ここまで言ったらそっちに行くと思ったでしょう。やりません。もう初志貫徹です。前回言った通りです。じゃあわざわざ今言うなよと、5分ほどかけて言うなよということでもありますが、もうこのままでいきます。なので、本日行うのはこの試合、まず忍び対グレーとムタの試合、そして、立て続けに、どれだったっけ、これですね、ミスターポーゴ対グレートムタで、この試合の結
果この今映ってるポイントというところで一番高い点数のレスラーが優勝というふうにします。はい、異論は認めません、ごめんなさい。というわけでなんとなく伝わってるかどうか分かりませんがやっていきましょうか。さあ、というわけで波乱の幕開けの3日目、5分もオープニングで使ったのでもう見てる人は少ないような気もしますが、行きましょう。血祭りラストデイ1試合目、忍び対ムタの試合からお届けしてまいります。試合開始です。ファイト。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にあーだこーだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあ、ということでね、今回もやってきたんで細かいルールはちょっと抜きにしておきますが、まあ、デスマッチ形式、弾劾爆弾デスマッチで、リーグ戦を戦い、ということで30分1本勝負でお届けしております。いやー、まあね、そもそも最初にいつもやってた、まあ、昔やってたお手製の、まあ、あのエクセルっぽいもので、表を、対戦表、星取り表ですね、星取り表を作ってやるというのをちょっとめんどくさいなと思ってサボったのがことの始まりかも、ケチのつき始めかもしれませんね。まあ、しょうがないということですかね。まあ、それやっときゃ、後で方向修正とか、わかりやすくお伝えすることができるということですよね。まあ、これは、このリーグ戦をファイプロでお届けしている、YouTube でお届けしているということの時点でもね、まあ、昔はあったんですけどもね。まあ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 、今回はまあ実験で、あ、失敗したなというか、あ、こういうことが起きるんだということで、まあ一つの糧にして、で、あとはなんていうんですかね、途中でこうしなやかに方向を考え方を変えることができない、頑固なのかめんどくさがりなのかっていうことが、まあ見えたというところでしょうかね。いやー、まあでも、まあ、いいっすよね、まあ、しょうがないですよね。まあそういうルールで、まあその血祭りにふさわしくないやつはもうその時点で参加資格ないっていうことだけは、思いついたんですけども、相手のことは何も考えてない、対戦相手のことは考えてなかったということで、まあ、しょうがないですね。さあ、ということでいきましょう。もうね、もう言っちゃったもんはしょうがない、このままやりましょう。試合時間まもなく5分というところで、現在忍びが0点、ムタが5点ということになります。現在、まあ、先ほどの表で見ていただいた通り、現在の得点でいうと10点で3人が並んでて、ムタは現在5点ということなんですけども、今日このムタが、忍び、そしてポーゴと連戦して連戦連勝すれば、これでムタが、15点で逆転優勝になるんですよ。まあ、そこはそれでなんかドラマチックな感じでいいかなというようなところですかね。ただしこれめっちゃややこしいですけども、今忍びとムタの試合やってるじゃないですか。だからこのルールをやって忍びを流血させることができなかったら、もう今日この試合、この企画、ここで終わりです。で、どうなるの、誰が優勝、ややこしかった。まあまあいいか。まあでも3人並んでるから、ジェイソンとムタ、あ、ポーゴとレザーが10点で、まあ同点優勝かですよね。いや、でもこれでややこしいな。ムタが忍びを流血させることなく、勝ったら、ムタには流血させることはなくなって、できなかったけども5点入るので、ムタも10点になってっていうことになるんですよ。うわー、もうややこしいですね。まあしょうがない、はい、ということなんですよね。というわけでまず、ここでムタがどうだ、こんな時になった
から忍び踏ん張ったりするんですよね。なんかね、さあムタがちょっと流血させてくれたらいいんですけどね。さあテーブルの破片で叩きたい。おっ、どうだ、これでこれで忍びが流血しましたね。ありゃ、よかったよかった。よし、とりあえずまず今日は2試合できるということが確定です。さあ、そうなると忍びが勝つか、ムタが勝つか。で、ムタが、2連勝したら優勝ですね。逆転優勝ということになります。まあ、その辺で、そういう楽しみ方でいきましょう。まあまあ、それよりもね、もう試合の方を楽しんでいただけたらと思います。さあ、試合時間まもなく10分。あれ？あれ、忍び流血してない？あら、間違った。ごめんなさい。流血してると思ったけども。あれ？ちょっと待って。ややこしいな、分かりづらいんですよね。先ほど胸元から赤いものが見えて、まあ流血してますね。大丈夫ですね。あ、血だまりが、血だまりというか血の跡がついてますから、よしよし、流血した。さあ、これでムタが勝てばというところですが、忍びもここまで、残念ながら一勝を挙げることができていないので、格闘ファイプロ団体 WMW 初代のチャンピオン IBO 無差別級王座のチャンピオンという意地でちょっと頑張ってほしいところ。しかしムタが勝って2連勝して優勝して、みんな喜んでいただけるんだろうか。いや、こういうところ僕はね、何ですかね、決めきれないというか迷いが出てますね。こういう迷いが良くないんでしょうね。いやー、口ではね、よし行こう、もううるさい、俺がルールだとかって言いたいところなんですけどね。いやー、どうやろうどうやろう、みんなどう思うんやろうとかね、思ってるのが本音です。さあ、ということでドラゴンが決まって、うん、あー、カウントに電球。さあ、忍びが粘るか。さあ、出ました、久々くるくるドカン、終わりだ。さあ、いわゆるスーパースターエルボーですね。スーパースターエルボーからそのままキャペル、あっ、しのびはやってくれますね。いやー、はい、もうまあね、もう試合時間12分59。あ、忍ばず固めってこんなんやってたんやな。必殺技があれじゃないんですよね、本当はね。これもややこしいんですけども、まあロジック的に言うと、まあエディットっていう観念で言うと、スーパースターエルボーに行くのを、あれをくるくるドカンっていう昔必殺技にしてたんですよね。技の名前が僕出なくて、スーパースターエルボーって言って、でくるくるドカンって決めるからくるくるドカンっていう話で、くるくるドカンが一時期必殺技になったんですけども、あれで必殺技にするとフィニッシュがちゃんと名前が出なかったとか、なんかそんなんあったんですよね。ほんでそれでキャメルクラッチの新崎人生が使う技ですかね、確かそうなんですよね。フルネルソン式のキャメルクラッチを決めて、あれに 100% つなぐっていう風にして、この時しかあの技を出さないっていうような多分ロジック組んだんですよね。でそうなった時に、知らぬい固めっていう風になんかつけて、なんかそんなやったと思うな。はい、とりあえず忍び勝ちました。いやー、わからんもんやな。ムタもなんかあるよな、普段強いと思ってたのに負けちゃったな。はい、ということで、もう一度、もうややこしいですけどね、失格に今んとこなってんのはクリスなので、クリス正信の試合はここは全部なし、両者0点ということになりますね。そしてレザーフェイス、レザー、あ、これこっちやな、クリスの試合は全部なしで、レザーフェイスと本当は、ジェイソンの試合が残ってるはずなんですけども、レザーも失格になったのでなし、ということで残す1試合は最後、ミスターポーゴ対グレートムタということになります。点数はポーゴが現在10、もうこの今見ていただいてる点数でいきますからね、もう分かっ、もういきましょうね。はい、ということなので、これポーゴ勝てばポーゴが優勝ですね。15点で他の試合はもう0点ですからね。で、ムタが勝ったら四つどもえですね。どうしよう、そうだったら。考えましょうか。はい、とりあえず試合しながら考えます。はい、というわけで、本日の2試合目、ミスターポーゴ対グレートムタの試合、ムタが5点、ポーゴが10点。はい、行き当たりばったり、企画、スタートです。
イ。まあシンプルな方がやっぱり分かりやすい、伝わりやすいっていうのはこういうことなんでしょうね。なんか面白いなと思ったんですけど、やっぱりそういうことを思いついた時は、深く考えるべきだということですね。もう反省ばっかりやな今日は。はい、すいません。さあという、まあとりあえず試合を見ていきましょう。まああれですよ、ポーゴが勝てばいいんですよね。この試合ポーゴが勝って優勝して終わり。はい、ちゃんちゃん。まあなんかあったけどね、また今度を、ちゃんとやりましょうっていうことで、実験としては、実験に失敗はございませんからね、試すことに失敗はない名言でございます。ということで、さあポーゴ頑張れ。もうここまで来たら流血もクソもないですからね。相手が流血しようが姉妹がもう関係なく血祭りは終了。ただしムタが勝てば、四つどもえで企画は終了となりますが、もうその時はもうあれですね、血祭り2021はもう失敗かもしれませんが、4人同時優勝で幕を閉じることにしましょうか。こっからもう一回リーグ戦、いやね、考えたんですよ。昔からこういう時、試合がなんか結果が混沌として優勝争いがややこしくなった時は、まあリングで決めたらいいんやっていうような、まあプロレス好きのプロレスラーあるあるみたいなんで、何でもかんでもそういう結局は試合で決めようということで、4人残りゃ4人のバトルロイヤルにすればいいんやと思ったんですけども、この試合形式のバトルロイヤルができないんですよね普通に。モッドとかやったらできるのかもしれないですけどね。だからそれになるとちょっとなんか僕の変なこだわりとして、ちょっとなんかこう変わってくるなと、何が変わるんか、なんかこうちょっと違うなみたいなのがあって、その辺の頭の硬さもあるんですけどもね。勝て勝て、長州力が言われたやつですね、長嶋さんにね、勝てっていうところなのかもしれませんね。まあ普通にバトルロイヤルやって、その結果だけ最後流せばいいのかなと思ったりもしたんですけども、まあそうなると血祭りっぽくないからなと思ったりして、まあということなので、もうこの試合終わったら今日はもうこの企画はとりあえず終わり、幕を閉じることにしましょう。さあということは、きっちり決まるかどうかはポーゴの活躍に、かかってるというところですね。私の実況は徐々に保護しということになっていくんでしょうか。いやでもな、グレーとムタも頑張ってほしいような気もするな。わからないもんですね、でもね本当に。さあということで、試合時間間もなく6分というところ、大釜攻撃で流血させることができない保護、頑張れ保護。思いっきり偏っていますが、さあいいですね、まだ大丈夫、よしいいぞ。まずは流血させることでいいですね、試合を優位に進めていくというところ。もちろん血祭りにふさわしいかどうかというのもありますけどね、それ以上に勝たないと今日はいけない。さあパイルドライバー、徐々にポーゴのペースとなってくるか。さあカバーに行きますが、カウントは1。さあポーゴ、そう考えたらムタはラウンディングボディープレスが使えない、封じられたことが今回のシリーズ苦戦している原因なのかもしれませんね。ポーゴはまあね、これで実力を発揮しているというところ、まあジェイソンはこんなもんかなというところですかね。まあ、忍びはでも先ほどムタに一勝あげたところで、なんかちょっとまあ、なんかやることはやったかなみたいな感じになるというところですかね。さあ試合8分経過、徐々にダメージが、さあポーゴはでもこれがあるか、狂気か、なるほどな。ポーゴのロジックをこう見ていると、まあ自分でエディットしたんですけども、試合終盤になるとクロスアームキャメルクラッチ、この技は相手がうつ伏せでも、仰向けでもどっちからでも入れるという技なので、まあ、それだけの理由でクロスアームキャメルクラッチでフィニッシュ、相手の首を絞めながら、
でも反則じゃないギブアップが奪えるという技を選んだんですけども、あとクロスアームドライバーはまあその流れですね。本当のポーグはそんな使うかどうかって言ったらちょっとクエスチョンマークなんですけども、まあ、そういう理由で、持たせたんですけども、それが意外と決まるんですよね。ただそのギブアップを狙う、まあこれ前回もちょっと長々と喋りましたけども、ギブアップを狙うよりも、狂気を取りに行くということを優先してしまうがゆえに、勝てないっていうのがポーゴに今ちょっと訪れている状況なのかもしれませんね。あとまあちらっと見せてたあの火炎噴射ビッグファイヤーもこの狂気の方を、相手がフラフラ状態になってビッグファイヤー出せる準備が整うんですけども、その間に狂気を拾いに行ってしまうということで、ビッグファイヤーが出ない、クリティカルも出ないということになってるのかもしれません。さあムタが噛みつき2連発で、これで精神的ダメージ、それで揺さぶっていきます。あー、これはムタらしい動きですね。有刺鉄線ボードに投げておいてから、そのままフラフラでもないのにソバットを当てていく。さあムタとしては、あー、ドッキリが、いいですね。ムタがなんか水を得た魚のように、ようやく今回、やっとなんて言うんでしょうかね、この弾劾爆弾じゃない、弾劾爆弾でしたね、この試合形式での戦い方が分かってきたみたいな感じなんでしょうかね。しかしこれやってしまうんですね。これが、ラウンディングボディープレスに行こうとするけどもというところ。さあロープブレイクはございません。これが続くとムタは来る、あー、そしてムタじゃない、ポーゴはやっぱり狂気に見入られた男、わー、そしてこれが意外と当たらないというところですよね。狂気を振りかぶってる間に、技を決められるっていうのは結構あるんですよね。だから狂気を持ったからって言って絶対的有利じゃないっていうのは、リアルと同じみたいなところでしょうかね。まあ見た目ビジュアル的にはやっぱり狂気持った方がうわー来たーとかと思うんですけどね。さあそんなこと言ってる間に試合時間は間もなく14分。さあ徐々にムタがペースを握ってる。この4の字固めも厳しいぞ。ポーゴにとってはこれを長く食らいすぎるとこういうのは苦手なはず。ところどころでポーゴが盛り返すんですけども、きっちりとムタの方が詰めていってるような。ジャンピングパイルドライバーでどうだ、バーカウント2か。このね、攻めてる側がね急にね3カウント奪われるということはよくあることなんですけども、うわー、カウント 2.9、 フランケンシュタイナー。さあポーゴピンチか、いやまだチャンスは残ってる。うぅー、シュミット式バイロド、あ、バックブリーカーかー、4の字がダメじゃない、腕しぎに行かれる。さあポーゴかー、耐えれるのか。さあポーゴは、あー、クロスアームキャメルクラッチも行かない。さあジャンピングパイルドライバーは調子がいいはず、ここからカバーに行ってもカウント入る。どうだ、いやー、カウント2か。さあロープに振ってムタが、うわー、スピードに乗ったラリアットからの4の字固め、これは素晴らしい。さあムタが勝って、みんな並んでお手でつないで仲良く終わり。まあこれも現代風じゃないですか。うわー、ゴッチ式のパイルドライバー。さあポーゴはフラフラ状態、何か打つ手があるのか。火炎噴射でクリティカルとかかっこいいけどな。そうはイカのトンパ、イカの金玉、エビのドタマ。あー、4の字固め、これは厳しい。テト田辺、あ、いいですね。今あの位置、あの軸の時はあそこでチェックする。おー、クロサムドラブザ、どうだこれ、あー、カウント2か、厳しいなこりゃ。さあ再びラリアット、これはなんとか耐えた。さあ今のクロスアームドライバーでちょっと息を吹き返したかポーゴ。しかしロープに振られる、うわー、テイクドロップキック、足元を狙われる。しかしその後は行かせない。なんとかまだ生きているポーゴ。何が出る、うー、打撃合戦、これを勝った方がっていう感じか。ムタがドロップキック、いやポーゴが股間を
さあ狂気攻撃、おめえ一発入った。さあどうだポーゴ、ここでチャンスだような気もするけども、あードラゴンスクリューからは4の字型メロンパターンが決まってしまった。いやポーゴまだ耐える。試合時間は20分経過、そういえば30分一本勝負。ああそしてポーゴ足をゴロゴロ、さあこれはもう忙しくなってきた。あーどこ切り、さあソバットでもかわした。さあポーゴが足を引きずりながらバックを取りますが返されてしまう。さあポーゴの足はもうダメ、もうガタガタというところ、移動速度が遅すぎます。しかしクロスアームドライブ、あー返される。満身創痍ですが、いや今度決まった、どうだ、いやあ決まらない。さあポーゴここでかお面を食らってしまったが、いやでもポーゴまだ耐えるか、ロープブレイクはなし。さあ残すところ10分を切っております。いやもう9分も切ってます、8分も切りました。さあ噛みつきポーゴはボロボロ、しかしここで勝てば、勝てばポーゴが優勝。さあロープに振って何をする、ラリアットを決める、カバーに行く、いやーカウントリーデンキュー。さあしかしジャンピングパイルドライバー、普通のパイルドライバーや、クロスアーム、いや何どうする、あー回復勝負出ない、あー数掛け数落とし、あー両者ノックダウン、血だまりができる。さあ残り7分切ったところで4の字固め、これはパンチキュースですか、おおまだいける、ポーゴ耐える、まだ見せる、デスマッチの帝王としては意地がある。さあどうだ、いやあ決まらない、決まらないのかよここで、ああもうダメでしょ、もうダメでしょ、いやまだ耐える。さあバグじゃないことを祈る、引き分けになったらどうすんの、ああいや浴びせ切り、せっかくのビッグファイヤーを浴びせ切りで、さあこれはいやもう全然追いつかない、いやでもまだいける、ジャンピングパイロットならしかも白井の上というような手、さあどうだ、あーでもちょっと距離がどうだ、いやーカウント2、あともう一つ、そして時間がなくなってきた、残り間もなく5分、うわーこっち式パイルドライバーが線から4の字固めは、あーこれはもうダメか、あーいやーわからんな。はい、試合時間25分11秒、足4の字固めで、グレートムタがミスターポーゴから、残り5分を切ったところでギブアップを奪い勝利ということになりました。さあということで、ね、ちょっと分かりづらいですが、今映っている点数で、全ての試合終了と、日程終了ということにさせていただきます。まあハヌケのところは、無効試合ゼロ点と、そこにいろいろ文句はあると思いますが、もう終わります。はい、というしかも、4人並んで終了ということで、いやーこれもう一回、もう一回4人でリーグ戦をやるべきなのかな、トーナメントしようかな、この4人が並んだということでね、っていう手もあるんですよね。そうしましょうか、なんか4日目突入でどうなのかなっていうのも、これでどうや、収録時間30分ぐらいでしょ、残り3試合か、いけんことはないか、やるか、このままなんか終わったらね、ジェイソンもなんかちょっと俺もやりたいとかってなるかもしれへんし、よしやろうということで、優勝決定トーナメントをただいまより急遽開催します。一旦カットして準備に入らせていただきます。コロコロ変わってというか、まあこれしょうがないですよね、
これまあなんかせなあかんな、もうこのまま終わろう思ってたんですけどね、まあ、いっかやります、はい、ということで、ちょっとこのままではなんか終われない気もしたので、これは、変えます、一旦、カットしまーす。はい、というわけで急遽行うことになりました地祭り2012決勝トーナメントですね、まあ、あの点数の計算方法というか数え方については紆余曲折という。We'll be right back.